鳥大井神社は、茨城県笠間市にある神社。式内社論社で、旧社格は孫社。祭人のカムヤイ耳の命は、初代、神武天皇の御子で、二代、水星天皇の兄にあたる人物である。日本書紀では、カムヤイ耳の命について、他神の祖と記され、古事記では、伊藤神、小さ子べ蓮、境辺の連、家君、大分君、阿蘇君、菊子さんや、連。 笹部神、笹部造サベ作り、小長屋作り、杉忠氏、伊予国造、品野国造、道奥岩木国造、浄道中国造、長瀬国造、伊勢船木忠氏、尾張庭神、島田神羅十九市の祖と記される。このうち、当社付近は浄道中国造が治めた地域とされており、中国造が祖先にあたるかむやい耳の命を祀ったものと考えられる。社殿によると、 大道元年に、直線により日立国中軍大井村大たいに、社殿を造営し、大井大明神と称したとする。演起式神明帳では、日立国長軍大井神社と記載され、式内社に列した。中世には、太郎明神と称し、福田、飯田、石寺、寺崎、久野五村の総鎮守とされた。また、大井、箱田、石井、クルスの四所のうち、 同社をその筆頭として、一宮明神と推計された。本殿は、明和六年の造営。ご神木は三本の杉が根元で結ばれており、親子杉と呼ばれている。ありがとうございます。